はい、おはようございます。いやー、今糸魚川で夜通し一睡もせず明け方までホタルイカを、取ってその帰りですね、なんか休み休み新潟の方に向かって戻っているんだけれども、今ちょっと途中寄り道でね、ここ恋人岬ですね、あれが米山大橋になりますね。ここ、うわー怖い、崖、崖です、崖、めちゃくちゃ海綺麗、わかります、これ見えるかな、これがズーム、これがねズームの限界なんですよね。海めちゃくちゃ綺麗で、そしていい天気、いやー、あの辺もね、ほんとアオリイカすごくいいんすよね。いかにもいそう、まあこの時期はいないだろうけど、うわー、すごい綺麗、うわー、今日ボート釣りだったかな。まあでもホタルイカボートじゃなかったからね、とりあえず良かったんだけれども、あの辺も水めちゃくちゃ綺麗、降りてみたいよね。はい、ここは米山国定公園というのかな、これ国定公園って読むの、柏崎市ですね。はい、カモメガ花、ちょっとねこれはもう薄れててよくあんまりわかんないけれども、あ、この辺もね、まあ恋人岬と言ってですね、恋人たちがですね来て、こういう、ね、あの中に売ってるんですよね、今の時間まだ誰もいないから売ってないけども、こういったプレートを買って、で南京錠も全部売ってるんじゃないかなこれな、でそれでここにくくりつけてね、行くっていうね、あ、ほら、で鐘を鳴らしたりするっていうね、そういうところでございます。これね、結構でかい音鳴るんだね、まだね誰もいないからね、全然へっちゃらですね、すごいいっぱいこのプレートが、ね、くくりつけられてますね、なかなか素敵なとこですよ、ね、俺一人だけどね、まあでもなかなか、はい、恋人岬ですね、まあ、結構ななんか名所なのかな、ああいうところにもね、ほらね、ああいうところにも無理やりよく行ったねあれね、なかなか大変ていうか、これ乗り越えなきゃいけないというか、びっしりですね、多分ね、あのここに売ってるやつじゃなくてオリジナルで自分で持ってきたりね、あのごつい南京錠とかね買ってきてくぐりつける人もいるらしい。ここもずっとずらーっとねあります。でここにね、あのこういった看板みたいなのがあって、お、これ倒れちゃってるじゃん、これ風とかで、あ、もうこれ木が腐ってるんだね、すごいことになってる、ほら折れたんだね、風でかな、わーすごい、わ、ちょっと怖いねこれね、崖滑り落ちたらもう死ぬねこれ絶対、うわー、ほら見えますかこれ、めちゃくちゃ海綺麗、すごい透き通ってるよ、うわー下行きたいな、どうやって行くんだろうな、うわーすごい、今日は海穏やかだね、ベタナギですよ、すごいいい天気、佐渡がでもあんまり見えないね、あ、まあ見えないこともないか、見えないこともない、うわ、あの辺とかほんと黒鯛とかいそう、すごいいそう、この辺ね、黒鯛いそう、超いい天気、いいですね、日本海、穏やかな日本海、最高です。なんかコウモリの生息地とか書いてあるな、福浦昌城洞、なんか洞窟みたいなのあるのかな、ちょっとその辺は分からない、ちょっと、まあ、ちょっと若干これもうね、なんか汚くてよく見えないんだよね、まあネットで調べられるかな、なんかコウモリがいるらしい、
うわ超綺麗、最高ですね。カモメが花遊歩道、駐車場まで 600m。 何があるんだろう、これしんどいかな、結構一睡もしてないからな俺な、結構しんどいかも。ちょっとだけ行ってみるね。佐渡彌彦米山国定公園ですね。まだまだあるみたい。 600m だもんね、結構あるよね。もうちょっと上がってみます。階段が終わると今度はこうスロープみたいになってて、うわー、ここも結構怖い。なるほど、福浦省浄土、この先にあるのか、この真下にある。行けんのこれ、行ってみたいね。福浦省浄土って洞窟でしょ多分。どこまで続くんだろう、結構長い。そしてこれ絶景ですね、超綺麗。うわー穏やかですね。あれが柏崎刈羽原発ですね、原子力発電所。今稼働してないと思うけど。あーいいね。いやーボート日和な感じするな今日、昨日よりも。昨日ボートで出てんだよね。そう考えると俺もタフだなしかしって思う。うわこれさらにだいぶ登るね。うわこれだいぶきつい登り坂、どうなってるんだろうこの先。初めて来るなここは、ちょっとわからないけどもうちょっと行ってみますね。はい、坂の上登ってきて、この辺もねやっぱり来るんだね皆さんね、くくりつけてありました。わあここも断崖絶壁、ちょっと怖いね。うわあ綺麗。わあこれ伝わるかな画面越しで、すごいですよ。かなり高いところにいます。すごい。はい。一番頂上まで登ってきたら、頂上からは海があんまり見えないっていうね、はい、感じでした。うん、戻ります。ただ、何があるってわけでもなかったですね。ここすごいね。なんでこれ、だんだん下がってんのかな、こうやって。怖いね。そのうちガバッと崩れるのかな、まさか。はい、ホタルイカ釣行の時のまんまの格好なんでね、こんないつもこれ釣りの時はね、この冬はこのピンクのねあったかいやつ着てます。ここが一番綺麗だね、すごい最高です。うわーすごいですよ、これは最高、いいね、ずっと見てられる、綺麗だね。これねよく読んだら書いてありましたね。まあやっぱコウモリがね、4種類のコウモリが1万頭いるらしいんですよね。そしてここからは見えないね、夏クジラ波から遊覧船で15分入り口まで行くことができるって書いてありますね、よく見たら。だからここからは全然見えないらしいです。そもそもコウモリって1頭2頭って数えるんだね。1万頭って書いてあった、頭ってね、1万頭って書いてあったからね、うん、ね珍しいね、知らなかったです。鳥だから1羽2羽かと思ってたけどね。はい、また恋人岬まで戻ってきましたよ。今度この階段ちょっと下まで降りてみようか。まあ何があるってわけじゃないんだけど、ちょっとそこからの海も見下ろしてみようかなと思いまして。ああ芝生が敷いてあってね、結構綺麗になってる。この辺も全部ね、少ないけどプレートがこうくくりつけられるようになってます。うわ綺麗だね、海すごい。ここからちょっと行けないけど、そこまでなのかな。その椅子は何だろう。これはあれだね、ハートの椅子、壊れてるけど、なんでこれ取れちゃってんのこれ、ほら、あ、なんか取れちゃったのかなこれ、ほら、無稽古となってるハートの椅子、こんなですね、ここで座って写真撮る感じなのかな。
わあ、超綺麗。この端っこまで行ったら戻ろうか。なかなかね、いいとこですよ、すごく。わあ、ちょっとギリギリ見えない。あの辺が多分ね、あの、なんつうの、洞窟みたいになってるんだと思うんだけど、まあ、風が強いね。わあ、綺麗な海だね。最高ですね、いい天気。はい、いかがでしたでしょうか。恋人岬、もう海超綺麗だよね。ちょっとした動画ですがはい、なんでもない動画なんですけど、一応ね、新潟県柏崎市の、なんだっけ、恋人岬ね、今日来てみました。これからまた、寄り道しながら新潟の方に戻ろうと思いますね。じゃあね、バイバイ。